両親に対する自殺幇助の疑いで逮捕された市川猿之助容疑者47が出演する映画劇場版緊急取調室ザ・ファイナル通称キントリの着地点が見えない。すでに公開延期になっているが、テレビ朝日の定例社長会見でこのほど西陣常務が現時点では捜査中で事実関係の把握は難しく公開延期の判断は変わりませんとコメントしたように、宙ぶらりん状態だ。テレ朝関係者は、公開するならば全で撮り直しの可能性が高いですね。猿之助容疑者はそれだけの主要キャストですからと語る。映画には猿之助容疑者が兄貴と慕う佐々木蔵之介55も出演している。二人は2009年に佐々木主演の舞台で共演し、意気投合。14年には猿之助容疑者が佐々木をスーパー歌舞伎に出演させた。佐々木は所属事務所に猿之助容疑者を紹介し、現在も所属している。さらに映画、キントリの撮影現場では、主演の天海祐希に佐々木が猿之助容疑者を紹介した。佐々木と天海はプライベートでも親しいことから、休憩中も3人でよく談笑していました。猿之助容疑者が天海に歌舞伎の魅力やスーパー歌舞伎についても語っていました。佐々木は役者としてワンランク上へと引き上げてくれたスーパー歌舞伎への師入れが強く、猿之助容疑者にももう一度やりたいと言っていました。映画、キントリが公開されたら、スーパー歌舞伎について一緒に考案する約束をしていたんです。どう？しかし、今回の件で猿之助容疑者が演出するスーパー歌舞伎への出演、共演は事実上の頓挫。スーパー歌舞伎そのものも存続の危機に立たされている。佐々木もショックを受けているに違いない。